です。イエイエイエイ、朝倉ポンズでーす。明けましておめでとうございます。ですね、最近パンドラっていう私たちタイタンライブの、まあ、下のホールね、まだ若々しい方々のライブがあるんですけど、そこでお客さんをたくさん呼ぼうっていう運動をしてるんですよ。では何日来れますか、何日来れますかって連絡をするんですけど、47歳の男性ですねに、24日だったのかな、クリスマスイブはパンドラだったのかな、12月ので、じゃあ23日イブの前日がパンドラだったんです。で、来てくれますかって言ったら、その47歳男性が、ちょっと24日に実家の栃木に帰ってクリスマスケーキとチキンを取りに行かなきゃいけないから行けないかもって言われて、待って、あんた47でしょ、実家に帰ってクリスマスパーティーするのって思ったんだけど、あ、そっか、お母さん大事にしてあげてねって私言ってあげました。すっごい優しくない